今回はこれが有機爆発ですわに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。ザフト最新駅ブレイバーンだですわ。ザフト最新駅ブレイバーンですわ。もうそれでいいです。イサミさんはザフトにもオーブにも連邦にもいないと思うよ。戦闘スタイル的にはアスランの方が合うんじゃないかな。ブレイバーンさん側からアスランだけはやめてくださいって頼まれましたわ。ブレイバーン、このバカ野郎。アスランは生理的に無理ですわ。今喋らなかったこのモビルスーツ、次回作のガンダムを再現に任せてみるの面白いかもしれん。シン、何やってるの？ユナ、私は断じてシン、アスカなどではない。私の名はブレイバーンだ。ずいぶん小さいんだね。下ネタはやめてください。キラ、いや、戦長的な意味でなんだけど。モビルスーツのおよそ半分ですわ。人間が G で死ぬくらいのマニューバで動きますわ。僕に死ねと？スーパーコーディネーターのキラなら大丈夫ですわ。時系列的にまだ明かされていない設定だよ、ラクス。これが真のフリーダムですわ。フリーダムは無法って意味じゃないよ、ラクス。これが真のフリーダム？イサミがいないなら用はないぞ。じゃあ帰ってもらえるかな。早くしないとアクエンジェルが消し済みになりますわよ。イサミ、どこにいるんだイサミ。あれ、いるよな、いるんだよなイサミ。破壊し変形するからアスラン専用機でいいんじゃない？生理的に無理。シン・ブレイバーン、全身の油圧パイプにほろ苦くも甘い何かがほとばしり、シン・アスカは廃人と化した。廃人と化したシンの末路。一人だけ楽しそうだね、シン。争いを止める正義のヒーローはシンが本当になりたいものだったからね。ブレイバーン、戦争はヒーローごっこじゃない。過去にとらわれるのはやめるんだ。すまないが彼と会話するのは生理的に無理だ。アスランには帰ってもらってくれ。ジェスジェスザラ、事務所の社長の声ですよね。勇者ロボっぽい演技うまいんだね、シン。最初シンみたいな声じゃないから驚いたよ。いや、このサイキラさんがイサミってことにしてもいいすよ。イサミみたいにコクピットに引きこもってましたよね。僕は線の細いイケメンタイプだから、あんなホモウケするようなマッチョになるのはちょっと。衝撃のとか言ってたじゃないですか。そっちの僕もどっちかといえば普段は細くてとっぽいに遺産タイプだったよね。キラさんならイサミの代わりでもギリギリいけるんですけど。時たますに戻るね、シン。まあアスランとキラだったらキラのが好きだと思う。ブレイバーン、アスランが苦手なのはわかるけど、ちゃんと会話ぐらいはしてあげてね、シン。あれで気にするタイプだからめんどくさいんだよ。ブレイバーンが受け入れたら間違いなく強いんだろうけどね、アスラン。でもスミスと同じで生理的に無理だろうことは想像に難くない。なんなんだよこのアスランへの負の信頼。ルナマリア呼んでこようか、シン。俺に乗れるな、俺が乗ってもいいぞ。無言のオルトロス発射。シン、女性にその発言は危ないぞ。このラキスケ野郎、ラジタネでルナマリアにキモいキモい言われて喜べる男だよ、シンは。やめてよね、操縦桿上下させてシンを上下に動かすのはルナマリアの役目でしょう。そういう生々しいのはちょっと。ブレイバーンと融合したシン・アスカの魂はその気色悪さに触れてしまい廃人と化した。イサミー、はへやー。性格的にはむしろアスランと相性いいだろこいつ。ヒーローごっこしてたらキレる。アスランは相性最悪と言える。真の後継機がバーンデスティニーで最大稼働状態がブレイブモードなんだろ。ブルーコスモスの名手のところに行きなよ。青き正常なる世界のために共に戦おう、イサミ。僕らの名手を。バーン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 各バーン。そんな簡単にバーンすんな。そんな簡単にバーンする世界だったわ。フレイバーンシャトル撃墜。シン、その歌を歌うな。さっきからなんなんだこの歌は。D.M. リボリューション。違うでしょそこは笑うところ。これブレイバーンとは別にシンがいるならシン放り込むのが一番面白いな。
さっきからなんなんだこの歌はって心が言いそうだよね。あんたは一体なんなんだ。ブレイバー。キラ、そろそろ覚悟を決めて早く乗ってください。もしかしてだけど、厄介払いしたいだけじゃないの。ラクス、キラならやれますが、露骨に話をそらさないでよ。ソードストライクでもサンライズバースやってたから、キラなら乗りこなせる。ブレイバーンは僕に優しかったんだ。ずっとついててくれて、コックピットに入れてくれて、僕を守るって。くらいまで追い込まれるキラさんってのはどうです？ブレイバーンいても悲壮感大差なさそうなのがすげーわ、キラの人生。試しで報われなかったの？むしろ巻き添えみたいな形で逃げ場潰されたよ。それで劇場版では闇に落ちろって言われてて、もうね。ブレイバーンだけはコーディネーター以外の僕を見てくれたんだ。メンタルがやべえ時期に出会っていたら、フレイの代わりにワンチャンあったかもしれん。それはあまりにもフレイがかわいそうがすぎる、いろんな意味で。どうでもいいが、ブレイバーンさんは見た後に種の映画見に行くんだよな。そういう気分が落ち込むようなことは言うな。ひどくない？落ち込む要素なんて今のところ勇がずっと裸っぽいってところだけじゃん。今となっては劇場版でシンが出てきて何か言った拍子に副自身がある。仕方ありませんわね。これで文句ありませんわね。文句しかないよ。一瞬わからなかったけど、だいぶ文句あるよ。人類の敵に対して戦う方が多分ずっと楽だよね。順調。意志のない無機物ならストレスたまらないからね。だがブレイバーンに対してのストレスに耐えられるかな。でもアスランと友達だったという実績があるから、キラはブレイバーンのノリにも順応するかもしれん。前降りる勇気一刀流奥義。やめろブレイバーン、俺は敵じゃない。ブレイバーンは多分アスランのこと敵だと思ってるよ。根拠はないよ。キラがブレイバーンに乗るなら、逆説的にジャスティスバーンがイサミのところにいる。ジャスティスバーン、キモいというよりうざいだろうな。なんだろう、それなりにうまくやれそう。やめろイサミ、奴は敵じゃない。めちゃくちゃうざいけど、ブレイバーンよりは説明してくれるから最終的にはいいコンビになりそう。正義一刀流奥義、ジャスティスズバーッシュ。なんでブレイバーンとアスランを交換する流れになってんだよ。だって赤いし、面倒だし、謎に強いし。ブレイバーンアスランザラ説。それでは改めまして、キラさん、必殺技で締めましょう。いざ、抹殺の王。ラストグリッド。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。